皆さんこんにちは。こんにちは。阿蘇市は本格的な梅雨の時期を迎えています。まだまだ雨の日が続きそうですが、このどんよりとしたジメジメした雰囲気を吹き飛ばすぐらい思いっきり夏を楽しみたいと思っている方も多いのではないでしょうか。今回のようこそ視聴室では、そんな夏に向け阿蘇へ向かう交通アクセスに関する明るい話題、そして梅雨を乗り切る防災対策などを佐藤義興阿蘇市長にお伺いします。よろしくお願いいたします。まずは夏を前に、はい、この梅雨を乗り切るための備えや防災対策についてお話をお聞かせください。そうですね、まず梅雨は6月6日からもう始まっていますけれども、雨がしとしと降りながら、時には激しい雨も降ります。そんな時すごく心配になるのは、熊本地震で地盤が緩んでいるとか、あるいは昨年の10月爆発的噴火が起こりました、その時の火山灰が堆積しているところがあちこちありますので、それが流されて下流域の方に来ないだろうか、そんなことを心配しております。ですから天気予報をよく皆さんにやっぱり注意して見ていただいて、不安と思った時は早めの避難をお願いをしたいと思います。特に事前に自分が住んでいる場所からの避難ルートとか、避難する場所、それを家族で確認をしていただく、それと同時に防災グッズ、大切なものをやっぱりいざという時すぐ運び出せるような、そういう体制をして命を守るということをしていただきたいなと思ってますけれども、特に阿蘇市はですね、平成24年の九州北部豪雨や、昨年の熊本地震もありまして、市民の皆さんの防災意識も高まっていると思いますが、ぜひ早めの避難と万全の、それが一番であると思ってます。お願いいたします。さて、まもなく夏休みシーズン到来ということで、これから冷涼で過ごしやすい阿蘇地域に行こうかなと大きな期待を寄せる観光客の皆さんも多いと思いますが、7月から8月に向けて阿蘇市でもさまざまなイベントが開催されます。阿蘇市へ向かう交通事情も、地震直後と比べると、見違えるように良くなりましたよね。そうですね、もう交通事情については、もうすでにミルク道路からこの阿蘇に入ってくる二重の峠、そこも相当交通のアクセスを良くなっておりますし、また阿蘇駅の方から河口に向かう、草千里に向かう道路の方も、もうしっかりと両面通行ができるようになったり、また菊池を抜ける大観峰からのスカイライン、これも昼間はもう規制が取れて、通行できるようになりましたので、これからの夏十二分に来ていただくのに、安心安全が第一ですから、それを担保した環境にも整ってきておりますので、どうか多くの皆さんに来ていただきたいなと思っております。それと一番象徴的なのは57号線が寸断をされた、そしてその代わりに今度はトンネルを作って北側ルートを作っていこうということで、6月の確か17日だったと思いますけれども、無事地元の地域の皆さん方の熱い協力と、国土交通省をはじめ関係の皆さん方の思いが一つになって、2020年を目指して、そのトンネルを着工し、完成させるというところで着工式もありましたし、ますますその流通の冷え込んだ状態を取り戻すことができるのと、また農業とか観光とか、あるいは熊本大分を結ぶそのルートが確保されるということにもなってきますので、これからますます未来に向かっての大きな期待が膨らんでき、楽しみにしておるところです。道路に関しては市長からのお話があった通りなんですが、JR を見ますとですね、列車の方は阿蘇駅までは大分方面からおかげさまで来るようになりましたね。でそんな中ですね、7月から12月までの半年間、JR 九州と熊本県大分県が共同で55キスマイ熊本大分観光送客キャンペーンが
これ楽しみですね。すごいなと思いました、うん、はい、それと同時にまたそれだけではなくて、やっぱりいろんな考え方と諦めないんだなという、うん、強いその思いの中で、大分の方から今度7月から12月にかけて、はい、例の特急列車、観光列車のアソボーイが阿蘇まで入ってくると、うん、はい、それも毎週金土日ですよね、うん、この夏休み大いに楽しんで、また期待が持てるかなと思っておりますし、うん、それと若い人、特にスイーツの面において、うん、大分のこう確かな食材とか、うん、あるいは阿蘇の食材をふんだんに使ったスイーツ列車、うん、いわゆるそのトレインのある列車というのが7月に1回、8月に1回ですか、はい、9月に1回、3回来ていただくと、それもちろんツアーも組み込んであるようですから、すごく楽しみだなと思っておる矢先に、今度は3月のダイヤ改正を気にして、例の七つ星、はい、寝台列車の、うん、特急のそれも特別列車が、うん、いよいよ大分の方から阿蘇まで入ってくるということになっておりますので、これまた来年楽しみだなと思ってますけれども、そうやって多くの皆さん方のお力をいただきながら、阿蘇も少しずつではありますけれども、確実に、うん、復興に向かって頑張ってる、そんな姿を応援していただく意味でも、うん、多くの人に訪れてきていただけると、うん、我々も大変助かるなと思ってますので、はい、どうかよろしくお願いいたします、はい、またですね、今年の夏には日本ジオパークの再認定審査も実施されるそうですね、はい、これもジオパークのプログラムの中に4年に一遍は再審査をきちっとするんだというプログラムがありますので、今回はこの8月の2、3、4にかけて、日本委員会の方がまず再審査の認定に来ていただきます。その後来年の今度は世界のユネスコジオパークの方から、はい、直接また審査に来るということになっておりますし、その準備もきちっとしなければいけない。でも昨年の地震の災害がありましたので、ついついジオサイトもダメになったところが相当ありますし、早くそこを修復をしながら地域の皆さん方と心をまた一つにして再認定、今度また再度認定をしていただけるように連携を深めて一生懸命取り組むということが、一つこの地震からの復興と地震からの希望につながる行動の一つではないかなと思っておりますので、頑張ってまいりますので、一つお力添えを応援をよろしくお願いいたします。はい、そのジオパークに関してなんですけれども、うん、8月5日には阿蘇市で夏のジオサイトツアーと阿蘇火山博物館という、うん、地元の小中学生100人を対象としたイベントがあるんですね、うん、これはおかげさまでもう恒例になってきましたけれども、うん、ちょうど時も8月ということで、子どもさんたちの夏休みの時でもあるし、課外活動とか自然に触れ合いながら、うん、自然の大切さ、そして夏の大きな思い出として多くの皆さん方に小中学生を対象にしておりますので、参加していただけると僕たちもすごく嬉しいなと思ってます。この運営は阿蘇市が合併をした当初から、はい、阿蘇環境共生基金、こういうものを全国の方からそういう寄付をいただいて、そのお金で運営をしているものなんですけれども、多くの皆さん方にいつも関心を持っていただいて、そしてこの青少年の子どもさんたちが自分たちの住んでる、自分たちのこの大切な自然、あるいはその空気そのものを感じていただく意味においての良いツアーでは、うん、というかそういう取り組みではないかなと思っておりますので、うん、はい、多くの皆さん方に夏の良き思い出としても、うん、ご参加をいただきたいと思っております、はい、こちら、阿蘇の自然に詳しい専門家が火山活動や草原、野の花などをガイドしたり、また子どもたち、また保護者の方々にとっても夏休みの絶好の企画となっております。お申し込みお問い合わせは阿蘇市役所住環境課までお願いします、はい、では市長、恒例のクイズを
あちらのクイズですね、はい、このクイズは先ほどの話の中にもいろいろ出てきましたけれども、うん、地震があって久しぶりに阿蘇に帰ってくる、観光特急特別列車、それは何々ボーイと言いますけれども、はい、どんな列車でしょうか、はい、すごくヒントが分かりやすいと思いますので、そうですね、多くの人に一つご参加いただきたいと思います。ご応募いただければありがたいです。はい、はい、問題は7月から阿蘇に戻ってくる JR の観光列車の名前は何ボーイでしょうかという、そうなんです、何に入るところを皆さん答えをお寄せください。もう確信まで触れましたけどね。そうですね、はい。今月の、ようこそ視聴室は、梅雨時期の防災対策、また復旧が進む交通アクセスの状況、それから、JR に関する観光送客キャンペーンのお知らせ、はい、またジオパークの、再認定審査及び他のジオツアー、夏休みの、ね、ですね、親子を対象にしたジオツアーもご紹介しました、はい、視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で阿蘇一番屋から阿蘇三三手延べしもん芋うどん2食入りを3名様にプレゼントします。南阿蘇村で収穫したしもん芋を粉にしてのど越し満点のうどんになりました。美容と健康に自然の美味しさをお楽しみいただけます。こちらはショッピングサイト阿蘇もで取り扱っていて、また現在販売中のお中元商品の阿蘇厳選うどん、そば麺セットにも入っている商品です。ご応募は、クイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、メールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは、7月28日金曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は、商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。5月20日に温泉ガストロノミーウォーキングが開催された温泉地の名前は、の答えは、内の巻温泉でした。たくさんのご応募お待ちしています。